レイブン、あなたに個人的な依頼があります。先にコーラル逆流が発生し廃棄される運びとなったエンゲブレト行動、その調査に行きたいと考えています。当該行動は前回の異変まで半ば捨ておかれていましたが、ルビコン開発中期から存在しており、その歴史は古い。様々な時代の痕跡が残っているはず。それを調べていきたいのです。私には残念ながらあなたに報酬を支払うための資産がありません。そこで代案なのですが、惑星封鎖機構の機体残骸を見つけたらぜひアクセスしてみてください。企業もルビコニアも封鎖機構の情報を集めています。回収したデータを私の方で換金し、あなたへの報酬に充てたいと思います。なかなか面白そうな依頼だから先に受けちゃったわ。というわけで見に行っていますかね。ウォルターには周辺の地形確認に行ったことにしておきました。レイブン、付き合ってくれてありがとうございます。メインシステム戦闘モード起動。始めましょうか、レイブン。早速ですが、データ回収を行えそうな機体残骸をいくつか検出しました。マーカー情報を送信します。なんかだいぶ地形が変わってきますね。はい、火炎放射情報です。監禁してあなたへの報酬に当てさせてもらいます。なんかいてへばりついっすね。コードは情報動態特性から機器類に干渉することがあります。先の逆流現象の影響でシステムが部分復旧している残骸もあるはず。それを見つけていきましょう。
のデータも換金できそうです。あなたへの報酬が増えるのは私としても嬉しいです。この調子で探しましょう。お、データ内容を確認。 SG 機体の設計図面です。これは旧世代の AC。 なんだこれ。いや見たことあるな。タイムスタンプによると記録されたのはアイビスの日の2日前。あの災害が発生する直前の予兆について言及しているものと思われます。いや、あとは解けない。水素録だ。ルビコン解放戦線の思想的指導者ドルマヤンによる口述筆記でしょう。これは極めて個人的なものであるように思えます。
残骸的な。このデータは執行部隊の編成が確認できます。でかい。ボス。ボス。よいしょ。なかなかいるな敵が。それも危険の旧世代 AC と思われます。なんだろう。ああ、さっきのあれか、話の続きか。なかなかえぐい実験してたやつがいたみたいだね。怖。強化人間についての言及があります。あなたもまたコーレル技術によって生み出された存在。でもそうでなければ私たちの交信はなかった。取得できる情報はもうなさそうです。あなたがルビコンの過去やコーレルについて何かしら思いを巡らせてくれたなら私としては嬉しいです。面白い感じだった。あ、でもなんだかんだあれだね、13万来てるから結構いいね。新着メッセージ一件。戻りが遅いぞ621。お前はすでに名の売れた傭兵だ。あまりうろうろするな。はあ、まあいい、今日はもう休んでおけ。めっちゃため息つかれた。じゃあ次行きますか。早速だが本題に入ろう。あんたが絡まれた危険の遺産、アイスワームについてだ。封鎖機構だけなら企業が手を組めばなんとかなるかもしれないが、あの化け物は規格外だ。数で当たってどうにかなる代物じゃない。厄介なのは、そうだね、常時展開されているリアクティブシールド。コーラルの指向性を応用したものだろう。通常兵器では太刀打ちできないと思っていい。そこでだ、ベジター。私がシールドをこじ開ける獲物を作る。その手伝いも兼ねて仕事を頼みたい。場所はグリッド012。開発初期に作られた崩落寸前の区画だが、そこに私らを裏切りラッドを抜けた救いようのないクズが隠れ住んでる。クズの名はオーネスト・ブルートゥ。 AC ミルクトゥースはうちで組んであった機体だ。欠点は乗り手がクズなところだね。
奴はラッドから金と技術と私がこっそり組んでた秘密道具を持ち逃げした。その秘密道具がアイスワームのシールドをこじ開けるのに必要なのさ。ほほう、そいつを倒せばいいってことか。じゃあ多分単体だな、敵。じゃあ行きますか。準備はいいかい、ビジター。ブルートゥーを消すんだ。そうすればみんなが得をする。メインシステム戦闘モード起動。始めるよビジター。案内は私に任せな。ようこそビジター。このような壁地まで来てくださるとは感激だ。ブルートゥー、あんたが盗んだものを返してもらいに来た。おや、カーラのご友人でしたか。素敵だ。ならば私にとっても友人同然です。新しいご友人、楽しい時を過ごしましょう。放っておきな、ミスター。細胞を目指すんだ。大丈夫そう。すんごいな、なんだあれ。レーザーセンサーに触れないよう注意。鉄器の軌道制御と紐づいているようです。遠くから新しい友人が訪ねてくる。素敵だ。本当に心が躍ります。ただの変態なのよな、話が。全部片付ければセンサーもそんなじゃない。全部倒したらなんか褒めてくんの。あ、なんかある。叩き。待って、お待
ちしていますよ、ご友人。私はあなたと上手に踊れるでしょうか。心配だけれど、それよりずっと楽しみです。とりあえず変態の方かな。欲しいな。待ち遠しいですね、ミルクトゥース。様子のおかしい人です。まあ確かにな。さてさて、シールドを展開している機体のリス、一番出すのでしょう。可愛い我が子がスクラップになっていくのは見るに耐えないね。せめて景気よくやっちまってくれ。今後の製品開発に生かさせてもらうさ。そういう感じの。あそこか。痛い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 。残りに一発か。そこから屋内に入れる。ブルーテンのやつも近いはずだよ。トラップにも一層注意してください。弊社では危険性が高まりますだね。やるやる。大丈夫、これ開けて爆発し、大丈夫。バットコック。ブルートゥーは賭けになしのクズだ。気を抜くんじゃ
吐き出なしのクズはやばい。ショットガンなくなっちゃったか、うん、絶対あいつ隠れてんだろ、こんなことするやつです。大丈夫だね。よっ、ここは何かの格納庫だった場所でしょうか。撃破目標の AC が付近にいるはず。サプライ欲しかったけど、しょうがない。上の方から来てるな、さっき。いた。サプライズをさせてくれないのですか。あ、線はボケ。めっちゃエアが起こってる。
ACU 機能停止しました。怖っ。死んだみたいだね。よかったよ。軽いな、カーロン。さて、ビジター、釣られてる秘密道具を回収するとしよう。あ、これか。化け物退治には欠かせない代物さ。すっげえ。報酬の加算が凄まじいな。ダブルトラブル、バッドコック、あー、介護者かもしかして。おお、ハマー、新着メッセージ一件。ラッドのチャティスティックだ。お前のおかげでブルートゥーは死んだ。ボスは工房にこもってレールキャノンをいじり倒しているが、あれほど気分の良さそうなボスは見たことがない。要件はそれだけだ。じゃあな。チャティが楽しそうで何よりだ。さっきの手に入れたの見てみるか。これはバズーカじゃなくてランチャーか。これか。あ、これあるか。さっきのチェーンソー。うわお、イカチーナ。うわ、すごっ。で、これが、あー、なるほど、あれか、六文銭が使ってたやつか。なるほどね。よし、じゃあ次のミッション行ってみようか。